オルトゥタイジュラ、ハンガリーの民話は、ハンガリーの民族学者オルトゥタイジュラが編集、監修し、1960年に発表した、ハンガリーの民話を収録した書籍である。収録する民話の選定と講中は、民話研究者のコバーチ・アーグネシュとデイ、デーグ・リンダが務めている。ブダペストにある出版社の文芸出版社より3巻で、発行された、412編の民話が収録されている。 日本語訳は岩波書店より1996年にオルトゥタイ・ハンガリー民話集の台で刊行された。現著のうち43編の民話が収録されている。以下はハンガリーの民話前三巻に収録された412編の民話のうち日本語訳のオルトゥタイ・ハンガリー民話集収録の43編のタイトルと現代及び最終などがなされた年と最終者などである。 1926年に描かれたマーチャーオ・様マイランド・オス・カールはトランシルバニアの民族学者である。カール・マー・ニュラヨシはハンガリーの聖職者で民話や方言の研究者でもあった。ありがとうございます。